EV の現状どうなっているのか見ていきましょうこちらはですねヨーロッパでの新車販売の動向をまとめたものです2035年にエンジン車の新車販売を禁止する方針を受けまして2017年には90%を超えていたエンジン車のシェアは現在は50%を下回りましたそして伸びているのが 電気モーターとエンジンの両方を持つ HEV ハイブリッド車と充電もできる PHEV プライグインハイブリッド車で三十三点五パーセントと大きく伸びていますよね。で EV はと言いますと各国での補助金などによる普及の推進により伸びてはいるんですが現在のシェア十四点六パーセントにとどまっているという状況です。まず知孝嘉さんこの現状はどうご覧になってますか。はい、まさにハイブリッドシフトが、うん、あの。 E.V. シフトというですね、あの笛を吹いた欧州で起きているなということが言えると思います。はい、あのー、E.V. シフトはですね、あの簡単に言うと政治問題みたいになってしまっていて、欧州委員会があのー、発して、えー、まあ欧州のあのー、経済のを復興させる、えー、中でも。 自動車業界欧州の自動車業界を復興させるっていう文学があったと思うんですけれども、うん、それがうまくいかなかった、うん、今まさに笛増吹増けど踊らずという状況がお<ー>あ起きているんじゃないかなというふうに思っています杉浦さん EV についてはやっぱり買いたい人、はい、買わなきゃいけない人が大体もう買っちゃったという,、はい、と,いうところだと思いますねーヨーロッパの場合ですとまあお金持ちはいますと、えー、やっぱり手さん車とかこう乗って目指したいという人もいますし、えーえー、一方では あのカンパニーカーと言われるり家賃補助の代わりにあのまあ車をあ,のまあ当てがってもらうというまあそういうまあ企業の幹部職員とかにまあそういうい優遇制度があるんですけれどもまあその中の選択で企業もゼロエミッションに向けてということでまあ選択肢に EV だとかあるいはプラグインハイブリッドということしか選択できなければまあ買わざるを得ないと。たそれがほぼ行き終わった 状況という見方をしてますよくマーケティングの世界では出てくる言葉なんですけれども、まあ、こういう形でこう、まあ、あのイノベーターとかアーリーアダプター、まあ、初期採用者っていう言い方しますけど、まあ、大体あのこう何だろうか先端品を買いたくなる人たちっていう,こう最初にこう買う人たちがいるんだけれども ここのまああのシェアといいうのは少ないとそこから遅れてこうマジョリティが出てきてさらにまあ遅れてこうレイトマジョリティまあこういう形の人たちまで買うようになって大きなシェアになるんですけどもそうすると、杉浦さん、まあ、かなりまあこの流行り物好きというかとにかく一回先端のものを買ってみようみたいな人たちが一巡したとういうのはほぼほぼ一巡はしてくるんだろうと思いますしまたその過程だと思いますけど、うん、ただ一方では例えば E.U. のところのまあ三十年、三十五年の規制のところでは、うん、合成燃料という形で、えー、やっぱりこうまだエンジン、はい、来年期間を使いたいというニーズもおそらくこれは高級スポーツカーだと思いますので、ね、うん、まあ E.V. だけじゃなくてお金持ちもちょっとそっちの方に目を向こうというような動きも一方で出てきてると、はいる。エフュエルって言って、まあこれから先もあのいわゆるあの来年期間、まあガソリンエンジン使っているものを使えるようなものも。 まあ脱炭素の中の枠組み入れましょうみたいなそういうルールに入ってきてるということですよね。フェラーリの、うん、あのエンジンの音が好きだと、うん、いうことになれば、うんうん、いい意味ではないよというお金持ちもいっぱいいると。ちょっと近藤さん、ね、なんかヨーロッパ変わってき。 てるんですかね、もう EV、EV ってずっと言ってきたんだけどもはい、私は、e、v ヨーロッパの EV シフト政策というのは、うん、まあ破綻しかかっているなというふうに思っています、まだやま言葉がきついかもしれませんが、えー、まあ再考しなければならないんじゃないかというふうに思っています、まあ、あの技術的にかなり厳しい状況にあると思います、うんうん、そう実際にその政策の修正というのが見られるんですけれども、うん、ヨーロッパ最大の市場であるドイツ、うん、車体価格によっておよそ45万円から70万円の補助金を支給。これによって 210万台の EV を普及させてきましたしかし、この補助金、2023年12月に停止しました。で、フランスでは EV1 台あたり最大1万2000ユーロの負担を軽減する補助制度を導入していたんですが、こちらも補助金の対象車種を制限。 売れ筋となっているアメリカテスラのモデル3などアジアで生産された EV が軒並み補助の対象外となりましたイタリアでも同様の制限が検討されているんですねこれ背景には中国製 EV が急増することへの危機感がありまして EU のヨーロッパ委員会は中国政府の補助金支援を受けた安価な中国製 EV が EU に流入しているとして 調査に乗り出し不正競争が判明すれば中国製 EV の関税引き上げも検討する方針だということなんですね杉浦さん、この動きについてはどうご覧になりますかまあ補助金ですからいつかは尽きるんだろうなと、うん、特にウクライナとロシアが戦争しているこのヨーロッパのまあ地域ですので、まあ、その意味ではこれは続かないと思いますし、まあ、意外に早く出たなというふうにも思っていますね。こここについてはなんかこう そもそも今になってね慌てて中国製のものが入ってくるとかって言って,言ってるんだけれどもそもそもこれだけ急激に補助金を出して EV シフトすればそうおのずとそういうふうになるはずなのになぜ今,が今更なんか慌ててるのかなという感じもするんですけどそこいかかがですかあの後段出てくると思うんですけれどもやっぱり中国の輸出車の輸出というのが相当な勢いで伸びていてもう世界最大の自動車輸出国でしかもかなり多くは 電動車が含まれているということなので、まあこれは日本も経験した80年代のところの状況、まあなんですかねその時の教訓があまりなかったということかもしれないですね。ここな慌てよは。近藤さんいかがですか。はい、あの技術的な視点が足りなかったんじゃないかなというふうに思っています。その意思決定の時にですね、えっと EV といえば一番重要な部品は 電池になります。うん、で、二次電池になります。この二次電池を抑えているのは中国ですから。うん、そこは分からなかったというか、きちんと見てなかったというか。こうなるのは自明の理ですよね。でも<や>、E. V. シート行けばね。はい、はい、私は。何を今さらというふうに思いますし。うん、あのカーボンニュートラルどこ行ったんだっていうふうに言いたいですね。うん、あの、ドイツなんか、あの、かなりですね。カーボンニュートラルにこう厳しく言って、脱炭素だって、こう厳しく言っていた国なのに。うん、結局、えー。 補助金を大量に投入して、うんえー、しか車が売れなかった、うん、一体どこにその環境の意識ってどこに行ったんだろうなってちょっとこう、うん、ドイツの方々に言いたいぐらいですね。うんうん そしてアメリカですね、はい、EV の購入者は最大7500ドル、およそ100万円の税額控除が得られ、うん、販売台数は順調に伸びているように見えるんですけれども、うん、伸び率、右側見てみますと、うん、前年同期比でおよそ80%の伸びだった2年前に比べると、直近では40%ほどの伸びということで、すね、うんまあ、ちょっと EV シフト、減速しているのかなとも見えるんですが、杉浦さん、これはどういう背景があるんでしょうか。 まあ、おそらくアメリカの消費者の素直な気持ちというかうまあそれ,が現れてます、ね、特にあの GM とかフォードはここに至る過程の中ではいわゆる彼らが大アメリカ人が大好きなフルサイズピックアップトラックと言われている大きなあのトラックですねフォードでいくと F150 だとかあるいは GM でもありますけれどもそういうので EV 仕立てってさあどうだというふうに出したんですけれどもまあ残念ながら売れずに減産ということですからやっぱり 車の形とかイメージだけじゃなくてやっぱりこうパワフルなところエンジンで走りたいという人がまあ本音として現れた格好だと思いますあのこれもう少しあの説明しますとこれまだ40%ですから相当前年同期比で40%伸びているということはまあ成長している EV は伸びて販売は伸びているんですけども先ほどちょっと私が調べたらハイブリッドは2023年の伸び率っていうのは EV を上回っている状況なので近岡さん、やはりこちらでもやっぱりハイブリッドシフトといった方が EV シフトよりはより正しいような状況になっているように見えるんですねトヨタ自動車がです、ね、あのこの間の四半、えー、期決算で,です、ねえー、中国だけではなく ヨーロッパも欧州もですね、アメリカも、日本はもちろんですけど、すべての地域においてハイブリッドが売れているというふうに言っています。うん、あのまあ全世界的に、うん、まあトヨタ自動車に関してですけれども、うん、あのハイブリッドシフトが進んでいて、うん、まあこれはおそらくトヨタだけじゃなくて、うん、あのハイブリッドシフトっていうのが進んでるんだと思います。現、うん、にホンダもですね、あの先ほど B に参りましたけれども、うん、あのアメリカであのハイブリッドがあのすごく売れていて、うん、はい、あれホンダってあの E.V. エンジンやめるんじゃなかったのとハイブリッドをハイブリッドやめるんじゃなかったのかなと思ったんですけれどもどうも、足元とあの宣言していることと足元は違うような状況になっているなというふうにそしてこのアメリカも相当今補助金を出していると補助金を出してもハイブリッドの方が元気だという中で一番気になるのがこの人の存在なんですね。もしトトラランンププ大統領にになった場合もうトランプ氏はすでに バイデンの政策は自動車産業を殺していると就任初日に EV の義務化を撤回する、まあ、義務化というのはまあ今、バイデン政権がやっている EV に対する優遇策を撤回するという意味だと思うんですが、まあ、これがまあ控えているわけで近岡さん、改めてこうなってきたときにじゃあ市場はどうなるのか、はい、そういかがですか。あの 先ほど申し上げたように EV はもう政治問題に EV シフトイコール政治問題ですから政治次第でいかようにもなるということだと思います。うんうん、これはあのもうあの技術の問題とか あるいはあのいわゆる消費者ニーズの問題とかではなくて政治問題ですね、うん、ある日、例えばそのバイデン大統領が明日から EV しか認めないというふうに決めたとします、ね、まずあのアメリカですからあの民主主義の国ですからそうは決まらないと思いますがもしそういうふうに決定が下されたとしたらもう自動車メーカーとしてはあの車を EV しか売れなくなってしまいます。そういううい状況になってしまうので だ,だからこそ例えばトヨタ自動車は全方位戦略、全方位開発をしていて、うん、どのようなあ市場がどのように動いても対応できるように、うんえー、ラインナップを揃えておきますと、うん、ただし EV については卵を出すのが、まあ、遅れましたと、うん、でなので今、一生懸命ハイブリッドで稼ぎながらその資金,資金をあの使って、えー EV、次世代 EV を懸命にです、ね、開発しているという状況ですね。うん、はい、はい さてお知らせの後は自動車メーカーの対応についてお聞きします。